中田翔の中日移籍が正式に決まり、中日ファンの来年に対する期待が日に日に増している。そんな中田翔が中日に来ることで打点をたくさん稼ぎ勝てるチームにいきなり変われるかといえば、そこまで一人が加入しただけでは変わらないと思うが、立浪監督は中田翔が入団することでの化学反応も見越しているようだ。立浪監督の思惑とはこちらです。中田は親分肌で面倒見が良い。日ハム時代には交流戦でカープと対戦するとたびたび広島の実家にチームメイトを招待、食事を振る舞っていたのは有名な話です。巨人でも伸び悩んでいた木広友人を可愛がり、自主トレを一緒に行うなどして覚醒させました。中日には将来性のある若手が大勢います。石川昂弥、岡林勇樹、鵜飼康介、ブライト健太など、中田がお手本となり若手の指導にも乗り出せば、チーム力がぐっと底上げされます。中日は一気に上位を狙えるチームになるかもしれないということなのです。確かに中田の打力は他チームにとって脅威だ。だが魅力はそれだけではない。加入により中日に化学反応を起こし、組織を覚醒させる可能性を秘めているのだ。とはいえ2年契約で総額6億円の大型契約であるので、ある程度の結果も求められる。一番やってはいけないのは怪我で離脱することである。とにかく中田翔が1年間1軍でクリアをすることができれば、結果はおのずとついてくると思います。そして全国区の人気を誇る中田翔が来たことで、キャンプから注目されること間違いなしで、メディアに多く取り上げられることで選手のモチベーションは上がると思うので、どんどん若い選手が出てきてほしいと思います。そんなことを考えているとあっという間に来年になりそうです。今年のオフは2年連続再開で迎えた最悪の年末の可能性が高かったのですが、積極的な補強や契約更改も年俸がアップしている選手が多いなど、来年に向けて明るい話題が多いので期待したいです。なんといっても来年の干支は立年です。立浪監督が立つ年に立つが優勝するところを見たいです。野球というのは何が起きるのか分かりません。チームの歯車が噛み合えば、成長しながら大きなうねりを起こし優勝することは十分にあります。選手には来年の厳しいレギュラー争いに備えて準備をしてほしいです。皆さんは来年の中日にはどこまでの結果を求めますでしょうか？コメント欄にご意見をいただけると嬉しいです。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ビシエドも本来の活躍ができていたなら、今回の補強もないし、2年連続再開もない、わかりやすく衰えていく感じがあり、かなり下降線をたどっている。ビシエドが昔の活躍をしてくれたらどうするんだ？という話がある。中田翔とビシエドがどちらが活躍する確率が高いのか、天秤にかけた時中田翔になったのだろう。ドラゴンズは本物の4番が加入したことで変化する可能性が高い。早く期シーズンが始まってほしい。今年の開幕戦を東京ドームに見に行って小笠原が HR 打たれました。確かに球数的には厳しかったけど、大半の打者は小笠原のストレートで押し切っていたけど、中田クラスだと追ってきましたね。それも HR。ビシエドの復活も2年待ったので難しいんでしょう。選手としては好きですが、4番の打撃を石川に伝授してほしいですね。今まで正直よそのチームの人間だから中田選手のことをしっかりと見てなかったけど、昨日の会見でクレバーで野球に真摯に向き合ってる選手だと好感でした。細川とか石川も名前挙げてもらって、嬉しいだろうし頑張ろうと思えたのでは。そこでふと思ったのは、やっぱり周平はこういうまともな受け答えができないのが選手としての限界になってるのかなと。せっかく才能はあるのに、彼にも自分が何が足りないのかを感じで変わってもらいたいです。ビシエドを軸とする構想でチームを作ってきた結果が現状、4番としては明らかに力不足なのに、中日内での相対評価で分不相応な大型契約を結んでしまったばかりに、大方の予想通り不良再建とかした。一時の爆発力もなりを潜め、順調に下降線をたどっている。中田翔とのポジションかむりが懸念されているが、ビシエドは大金を払ってる以上使わなきゃもったいないという程度の存在であり、試合で勝つために使うべき選手ではない。コストは高いが実力的にはサブメンバー。その高さは球団の目利きの悪さに起因するので、戒めとしてあと1年我慢するしかない。なんかビシエドが急に衰えたみたいなのが既成事実かのように語られてるけど、それは違う。ずっと見てればわかるはず。立浪が言うように状態が突っ込む癖はあって、今年本格的に改善に取り組んだ。結果は出なかったけど明らかに意識的に取り組んでた。むしろ結果としては悪くなったけど、何かを改善しようとすればよくあることだ。で、最後の1ヶ月、少なくとも見た目は元に戻した。そこそこ折った。だからビシエドは緩やかに衰えているというくらいの評価が正しい。来年また改善に取り組むのか、以前のようにいつとかで話は全然違ってくる。それよりヤバいのは高橋周平。本当に内野を超える打球がなくなった。元に戻る気配がない。確かに中田が来たのは、中日の戦力が上がったのは間違いない。ただ中田が来ただけで上位いけるとは違う気がする。今年の巨人は B クラス、
中田より成績がいい人が出ているのに、ピッチャーの戦力が違うが単純比較できないが、中田だけでは上位は難しいと思う。せっかく打線の核ができそうだが、二遊間問題、監督問題も解決しないと。ドラゴンズにとって久しぶりの大股補強巨人の中田には、随分とやられた気がするから、その中田がドラゴンズに来てくれるのだから期待しますよ。来季が楽しみになりました。バンテリンにも見に来ます。ビシエドとの重複を妙に課題扱いしますが、普通外国人は年ごとの成績のムラも大きく生前に3年で入れ替わっていくのが常で、これほど長く日本人扱いになれるまで在籍したこと自体珍しいことでしょう。それで成績が安定していればまだわかりますが、ボロチ専門でここ一番のチャンスでの併殺打は定番になっています。どれだけ球場をため息に包んだか、なぜ3億以上の年俸を払い続けて温存するのか。これまでよくやってくれた、ご苦労さん。でもいいんじゃないかな。中田の年齢的なことを考慮しても、シーズン中好不調が出てくると思うので、ビシエドとの併用はとても良い起用法だと思う。中田が刺激になり、ビシエドの調子を戻すことも十分考えられる。中田を取った時点で化学反応はもう起きてます。久しぶりに中日新聞社が重い腰を上げたことで一躍有名に。この流れを止めないでさらに改革することです。ドラファンは来年のキャンプが楽しみで待ち遠しいでしょう。まあ補強ポイントにズバリだからね。ビシエドがここまで成績落ちなければまた違っただろうけど、中島とポジションこむるけど、さすがに中島は年齢的に DH 課題打線もんじゃないときついだろうしね。ビシエドが80打点上げてたら A クラスいってるよ。だって開幕20試合で打点ゼロやったろうが、まず目標100打点と開通以来なんだ。中田選手にも70打点つけば最高だよ。先発は揃ってるし、中継ぎも悪くない。そうなると得点力が欲しい中日には中田翔の獲得は見事にはまるだろう。そして、投打が噛み合ったら来季面白いことになるぞ。ドラゴンズに来てくれた選手だから応援するし期待はするけど、あの監督とうまくやれるとは思えん。中田に限った話ではないけども、ビシエドが衰えたのは事実だが、練習中もつきっきりで指導という名の押し付けをされなければ、もう少しマシな成績に落ち着いたと思うがね。なんかビシエドはトレードされそうな空気になってきたな。本当はドラゴンズで野球人生終えてほしいんだが、しかしファーストは中田、中島、ビシエド、経験ある選手だと細川、甲斐、石川昂弥、宇佐美だから大渋滞だもんな。やっぱり惹かれちゃうのかな。今回はここ数年で一番の補強をしたと思う。新しく打者の外国人は取らないでいいと思う。立浪もこれだけ補強してくれたら言い訳はできない。あとはみんな怪我なくシーズンを迎えて活躍を祈るばかり。最低 A クラスを、ビシエドの衰えを言うけど、中田も同年齢の34歳、来年急に衰えが来るかもしれない。あまり期待しすぎるのもどうかと思う。中日での化学反応が楽しみですね。